はい、皆さんこんにちは、こんばんは。旅付きライダーです。今回もご視聴ありがとうございます。さあ、前回ですね、山梨に引っ越ししてきたという報告動画でございましたが、今日はね、引っ越し後初の山梨からのツーリングになります。今ですね、大菩薩峠に向かって走っております。そしてね、その道の向こう、道の駅、丹波山の方までね、行ってみようと思います。いやー、本当にね、久々に走る道なので、楽しんでおりますけども、さあ、それでは今回もよろしくお願いいたします。ただ今ですね、国道411号線をね、北に向かって走っておりますが、ここはですね、円山北とね、呼ばれるところです。さあ、おそらくね、あの正面の山を、越えていくことになるのでしょうか。この、ね、道はね、もうかなり前に走ったことあるんですけどもね、まあ、はっきり言ってあまり覚えておりません。ただね、景色がね、めちゃくちゃ良かったようなイメージはあります。もしあのね、向かいの山の峠を越えていくとしたら、まあ、相当ね、景色がいいというのは、まあ、想像できるんですけども、さあ、どのような道だったでしょうか。まあ、山梨といえばね、甲府とか、まあ、清里と、まあ、あとは山中湖、河口湖とかね、まあ、そういうところはよく本当に走ってきては来ましたけども、まあ、このね、山梨でも、この辺はあまり走ったことがないので、ちょっとね、ワクワクしております。この道はですね、大菩薩ラインとも呼ばれるようですね。先ほどね、そういった案内がありました。ということは、まあ、この道を走っていけば、大菩薩峠にたどり着くということではないでしょうか。そういえばね、先ほど結構ね、バイクと結構、すれ違っております。まあ、この辺は本当にライダーの皆さん、好きな道なのではないでしょうか。まあ、今日はね、本当に天気もいいですし、まあ、12月に入るとね、さすがに寒いんですけども、とても気持ちよく走っております。さあ、このようなね、コーナーが続くような道に入ってきました。この辺りになってくると楽しくなってきますね。あ、バイクもどんどんすれ違っていきます。まあ、とにかくね、信号のない道っていうのが、ね、一番気持ちよく走れますよ。お、前方にもバイク走っておりますね。ここには温泉ですかね。大菩薩の湯というのがありますね。この辺はね、寒そうですから温泉も気持ち良さそうですよ。さあ、ここを右に曲がるとね、大菩薩峠冬季閉鎖ありて書いてますけども、この Google ライブによると直進みたいなのでね、まっすぐ走っていきましょう。バイクもね、どうやらこちらの道の方を多く走っております。さあ、楽しくなってきましたよ。もうね、枝についてる葉っぱはね、ずいぶん落ちちゃったみたいで、もう冬の景色となっておりますね。さあ、これまでですね、神奈川にいた時はですね、まあ、長野方面とかはやっぱちょっと、ね、日帰りではちょっとしんどかったんですけども、まあ、山梨に来るとね、ずいぶんそれがね、楽になりますね。ただ逆にね、伊豆とか千葉はね、この山梨からはちょっと遠いかな。こっちでね、働くようになってからは、まあ、以前のようにね、なかなかちょっと連休を取るのはちょっと難しいような気もするんで、日帰りツーリングがメインとなるとは思うんですけども、またね、ちょっと違ったところに行けたりもするんで、今後の動画を楽しんでいただけたらと思います。さあ、丹波山まで23キロ、奥多摩まで45キロの表示があります。さあ、今はどの辺までね、登ってきたんでしょうか。まだね、全然上の方に道が見えております。この辺は前走ったのかな。これ柳沢トンネルって書いてますね。
あ、柳沢峠か。あの景色良かったのあれか、大菩薩峠じゃなくて。お、バイクいっぱい止まってるな。ちょっとね、ここに止めてみましょう。右の方にね、富士山見えてますよ。はい、ということで道の駅丹波山に向かってるんですけども、道中ね、素晴らしい景色を見つけたので泊まってみました。さあ、正面にはね、富士山が見えております。きっとね、このカメラでも綺麗に撮れてるとは思うんですけども、ちょっとね、アップしてみましょう。さあ、このようにね、見えております。ここでもですね、富士山があんなに綺麗に見えるんですね。雪もね、かぶっているのがすごくよくわかります。ここでね、皆さん休憩されているようですね。この辺りはね、駐車スペースが大きく取られていてね、このように止めることができます。さあ、それでは続きを走っていきましょう。さあ、この富士山がよく見える展望台から続きを走っていきましょう。さあ、まだまだ上り坂ですね。でも、この道結構整備されて綺麗になってるな。以前こんな道あったかな。なんかこれ右に道があるんですけどね、ちょっとした上に。あれ、旧道かな。以前はあの道を走ってたの気がすんな。このトンネルもなんか比較的綺麗やし、まあ自分が走ったのは本当に10年前以上ぐらいなんで、あれかな、道が新しくできたんですかね、これ。なんかそういえばもうあの時からなんか工事をやってたような気がするんですよね。これが出来上がったんかな。あ、ここもいいですね。さらに上に登ったところでまたね、展望台があります。さあ、この展望台から、お、ありました、柳沢峠の看板です。そこに飲食店がありますね。バイクも止まっております。さあ、そして峠を越えて、さあ、ここから下りですね。さあ、この先道の駅丹波山まではあと22分、距離はね、 8.4 キロかな。さあ、気温の方は10度ということでね、まあちょっと寒いんですけども、まあ、思った以上に寒くないっていう感じですね。もうこの辺行ったらもう1桁かなとは思ったんですけど、まあ日が差してるからかな。これ多分ね、日が暮れ出すとおそらく気温が1桁になるのではないでしょうか。もうここはもう真冬になると凍結になりそうな道ですね。さあ、このね、柳沢峠をね、越えて下りの方がね、なんかこのような細かいヘアピンが続いて結構面白いですね。そしてね、バイクもね、本当にめちゃめちゃすれ違っております。いや、この道いいですね。なんか時間的にもね、こう山梨から出発して、まあ、ピストンしたとしてもね、ちょうどいい感じなんでしょうね。で、その先の秩父とかも行っていいですし、遊ぶ頻度が増えそうな道ですね。さあ、ナビがね、右方向を指示してますが、やっぱ右が当然ですよね。左は林道になります。まあ、林道を走るならね、左でもありかと思いますが、今日はね、道の駅丹波山に行くんで、このままね、入ってみましょう。はい、道の駅丹波山のね、案内が出ました。あと5キロで到着となります。今ね、右に川が流れてるんですよね。ずっとこの川沿いを、走ってるような感じになっております。あ、トンネルの名前もね、丹波山トンネルとなっております。なんかね、先ほどからすれ違う車両がですね、車よりも全然バイクの方が多いですね。
いやー、このいいっすね、この道。これはバイク最高だわ。ピストンで戻ってレブルに乗り換えようかな。これここ来るかどうかは分かんないですけど、マミにね乗り換えてね乗ってやろうと思います。まあアフリカがね一番バッテリーの面ではちょっと心配ではあるんですけども、もうねバッテリーがね減るとねこのアフリカに関しては取り出す作業がもう億劫になるぐらい大変なんですよ。 CB はねめっちゃめちゃ楽だったんですけども、さあ道の駅まであと 300m です。さあこのようにバイクも多く走っております。さあ道の駅に寄っていきましょう。 100m を切りました。はい、ここですね、案内が出ました。では入りましょう。ガソリンスタンドやってないな。日曜日絶対儲かるで、こんなに走ってるのに。はい、ちょっと見てろか。さあそれでは道の駅丹波山からピストンして戻りたいと思います。この後ねレブルに乗り換えて出発したいと思います。さあアフリカでこの戻りの道を楽しみましょう。これは何でしょうかね、新しい建物を今ね作ってますね。何ができるんだろう。そういえばですね鹿肉バーガーいただきましたのでね、ちょっとこの辺りにも触れておきたいと思います。玉ねぎとねトマトで、まあもちろん鹿肉はミンチなんですけども、まあちょっと甘めのね、まあ焼肉のバーベキューソースっていうかな、なんかそういう感じのタレでしたね。鹿肉自体がねちょっとやっぱり高いので、まあ、価格はねちょっと高めではありますが、鹿肉を食べたことがないっていう方には、まあ、一度食べてみてはいかがですかみたいな感じですね。ああいうねやっぱり地元のものをね、加工して売るっていうのはね、まあ、皆さんもねやっぱり食べたくなりますしね、あれはいい商品だと思います。あー帰るね、柳沢峠に到着しました。バイク止まってますね。さあここから今度は逆に下りになります。さあそしてこれをねいい感じで下っていくと、おーっと富士山見えました。富士山なんかでかく見えんな。雪もね、ずいぶんかぶってくるようになりましたね。いや、 やっぱり富士山が見えると嬉しい。富士山見えるだけでテンション上がるわ。先ほどですね、この辺りで写真撮ったんですけども、やっぱりおすすめはもう一つ上ですね。上の方がねやっぱり若干ですが富士山よく見えます。
ということでね、山梨に引っ越してきてからの第1弾のね、ツーリング動画は柳沢峠を越えてですね、道の駅鯖山で鹿バーガーを食うでした。それでは今回もご視聴ありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。チャンネル登録に高評価もよろしくお願いいたします。